はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の楕円丸3をお送りします。で、ちょっと声がおかしくて申し訳ないんですが、前回の続き、まだ問題演習ですね、3問やっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ1番からね、まずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ごめんね、ちょっと声おかしいんですけど。で、今回は楕円の方程式を求めますね。で、1番、2番、3番、まあ、2点はこうやって与えられてるんですが、それプラス距離の和だったり単軸の長さ、あともう1点っていう、まあちょっと与えられてる情報が違うんで、若干やり方が変わっていくんですが、求めたいものは楕円なので、結局楕円っていうのは横長だろうが縦長だろうが、A2 乗分の X2 乗プラス B2 乗分の Y2 乗イコール1ですね。これが元になってる。つまり、あそこの A と B の値、もっと言えば A の2乗と B の2乗の値さえ分かってしまえば、それを入れてれば入れればそれが答えになるので、まあ A と B を求めに行こうっていう風に発想を切り替えてください。で、まずですね、1番、2.20、マイナス2の0、まあ2ってあるよね。そっからの距離の和が6って言ってる。で、そっからの距離の和が6ってことは、こいつら焦点なんだよね、この2つ。で、焦点が書かれてる。つまり、2個前の動画、楕円丸1でそのポイントでまとめた時のことを考えれば、C がこの2なんだよね。C0 マイナス C0 ってのが焦点として与えられてるので、まあ、C が0、2っていうのは分かります。で、もう一個分かることが、距離の和が6なんですよ。で、これ、焦点が X 軸に乗ってるんだよね。X 座標に数字がついてるから、つまり、ごめんね、ちょっと咳笑いも多くなっちゃいますけど、まあ、ちょっとフリーハンドで書くと、まあ、こうやって横長の楕円になってると。横長の時は焦点がまあこの辺、まあ、どっかわかんないけど X 軸に乗るんだよね。ってことは X 座標に数字がくっつく、つまり X 座標に数字がついてるってことは横長ってことがわかります。で、横長の楕円ってことは距離の和は 2A なんだよね。 2A、 つまり 2A イコール6、まあ、これ計算ごめん、計算すれば A イコール3っていうことがすぐわかります。ごめんね。で、もう一個、横長の時、C、さっきやりましたね、C、これは公式があって、 C イコールルート A2 乗マイナス B2 乗っていうのが成り立ってます。これはもちろんポイントの時にやったように三平方の定理で考えてももちろんできるんですが、一応そこでも一回確認してるので、今回はこうなんだよねだけ言い切っちゃいます。これが使える、横長の時はね。C っていうのは A2 乗、まあ、でかい方から小さい方を引いてルートつけてねっていう。で、あとは A と C が数出てるので、 C が2でしょ。で、 A が2乗すると9マイナス B2 乗、こうなる。で、あとこれ解きます。で、両辺2乗するとこっち4になって、こっちルートが取れます。で、この後 B イコールまで持ってってもいいんですが、結局A2 乗と B2 乗が分かればそれで終了なので、もう移項だけしてこうやって持ってきて、 B2 乗イコール5っていうのが分かると。 B2 乗でいいからね。で、 A も出た、 B2 乗も出てるっていうことで、あとはあそこに当てはめれば、 A2 乗すると9、つまり9分の X2 乗プラス5分の Y2 乗イコール1、これが1番の答えになります。こんな感じでやっていってください。では2番で、また焦点が書いてあります。で、今回は焦点に Y 座標に数字がくっついてるんで縦長です。縦長ね。で、単軸の長さが与えられてると。じゃあ一応ね、まあ、焦点書いてあるから C が3とは書いておきましょう。3番がね、めっちゃ板書使うんで、この、押さえておくか。あ、いや、で、微笑書こう。で、今回、単軸が与えられてるんですけど、まあ、こういう縦長ですよね。これはおかしいけど、ごめんな。で、
今回単軸って横と縦どっちかっていうと短い軸なんでこっちなんですよね。ここが8なので、まあ A と B はいつも変わらないんでここになりますけど、つまり単軸っていうのは A2 つ分だから 2A なんです。ってことで今回は短い方が A だから 2A イコール8が成り立ってる、つまり A イコール4っていうのはこっちもまたすぐわかると。でもう一個、縦長の時は C の公式が若干変わって C が B2 乗から A2 乗を引いてルートがくっつきます。で、あとはこれを計算していく。またね、同じように C 入れると3イコール、B2 乗マイナス16のルートね。で、あとまたさっき2乗してってやっていくとB2 乗イコールこっち9になるから持ってきて25ですね。で、さっきと同じように A と B の2乗出てきたので、これ下答えいけるかな2乗すると16分の X2 乗プラス25分の Y2 乗イコール1と、これが2番の答えになります。いいかな。まあ1番2番はね、流れは基本的に似てると。で、問題が3番で、これちょっと厄介なんですよね。長くなります。で、何が厄介かっていうと、まず焦点分かってます。これルート2、めっちゃ書いておこうか。また同じように C がすぐ分かるからルート2だと。で、X 座標に数字がくっついてるんで横長、これのタイプだね。で、あとは点ホニャララを通る、まあどっかでルート3のルート2なんて、まあこの辺とかかな、を通るってのは分かるんですけど、さっきみたいに A とか B が一発で分からないんですよね。じゃあどうするってなった時に、まず、さっきの公式いきましょう。こっからいきます。横長なので C イコールこれが成り立ってる。これね、どうしよっかな。一応入るとこまで行こうか。 C イコールこれルート A2 乗マイナス B2 乗で、今ルート2を入れて両辺2乗すると2イコール A2 乗マイナス B2 乗と、ちょ1番で丸つけとこうか。これは1個式がゲットできます。で、もう一個、楕円っていうのは全部、最初にも言ったようにこいつです。こいつ。で、こいつがルート3のルート2を通るって言ってるんで、X と Y、これ X 座標、Y 座標だからね。ルート3とルート2を代入してください。で、本当はね、点、ルート3、ルート2を通るのでとか一言欲しいんですが、ちょっと幅がもったいないんで、書いちゃいます。A2 乗分の2乗すると3、プラス B2 乗分の2乗すると2。イコール1ですね。で、あとはこの、まあ、1番2番つけなくてもいいか、この2つの式を連立方程式解いていきます。これね、を解いていくと。で、結局 AB が分からなくてもいいんです。 A2 乗と B2 乗が分かればいいから、まあ、それを求めたいと。で、もしその2乗のままやりにくいと、見にくいって方は A2 乗 B2 乗を XY とか、あ、 XY とか違う文字で置き換えると、まあ見やすくなるかもしれないです。ちょっとこっち、計算ここでやっていきますね。じゃあ一応置き換えてやってみましょうか。じゃあラージ A とラージ B にします。ラージ A、ラージ B ね。もう一回書き直しますよ。2イコールラージ A マイナスラージ B と、こっちがラージ A 分の3プラスラージ B 分の2イコール1ですね。これの連立。で、基本的には代入法がいいかなと思います。こっから、ラージ A イコール、持ってくればラージ B プラス2になる。で、それをまずここに入れましょう。 A のところに、ね、代入して、そうするとラージ B プラス2分の3プラスラージ B 分の2イコール1と。いいですか。で、左辺が、あ、左辺っていうか、まあ、全部分母をなくしてしまいたいので、両辺に B カッコ B プラス2をかけます。書いておきましょう。これをかける。で、ここにまずこいつね一番左のこいつにかけると B プラス2が約分されるから B だけが残る、つまり3もいるから 3B になりますね。ここ一番左で、次ここにかけると B が約分されて B プラス2が残ります。で、2がもともといるから配っちゃうよ。 2B プラス4になります。この部分
で、右辺に関しては元々の位置にこれをかけるから展開しちゃおうか。これがかけると。で、これまとめると B2 乗イコール持ってくると、ちイコールじゃない、ごめん、 B2 乗持っていくとマイナス 3B マイナス4イコール0と、こうなります。で、あとこのまんま B を主役と考えて因数分解していく。そうすると B マイナス 4B プラス1ですね。こうなるから B イコール4とマイナス1なんです。まあこれは中学校でもやる普通のやり方ね、4とマイナス1で、 B ラージ B っていうのは今 B2 乗で置き換えたので、つまり B2 乗イコール4とマイナス1なんです。でも2乗してるってことは負はありえないんだよね。絶対プラスになんなきゃいけないから、今 B2 乗が4ってすぐ分かります。これで長くなりましたけどねで、B2 乗が分かったので、ここです。この B2 乗に4、まあ、もしくはこっち、最初のこっちでもいいですけど、ここだね。これ A2 乗イコール B2 乗プラス2ってなってるから、これを戻してあげれば A2 乗イコール6って分かります。で、途中でも言いましたが A、B が分かる必要はないんです。 A2 乗と B2 乗が分かれば問題ないから、あとはその数を戻してあげて6分の X2 乗プラス4分の Y2 乗イコール1と、これで3番終了となります。まあ今はラージ A、ラージ B で置き換えましたけど、そのままやっても構わないです。慣れてる方は全然 B4 乗と B2 乗出てきますけど、できると思いますので、どちらでもいいんですが、ちょっと慣れてないとか分かりにくいっていう方はこうやって置き換えた方がいつも見てる形にできますんで、まあこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数3の楕円丸さんをお送りしました。今回もね、ちょっとこんな声で申し訳なかったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、楕円はですね、もう一個問題演習やりますので、その次に総力戦入っていきます。なので、ひとまず次回の丸4の問題演習の方もよかったら見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。